こんにちは、高松市より参りました調べと申します。よろしくお願いいたします。今ちょっとねメンバーが少し一人ちょっと緊急で行けないんです。2分ほどお時間があるということだったので、すみません暑い中ではございますが、ちょっとですね紹介をさせていただければなと思います。私たちのチームですね、先ほどのチームは結成7年目ということで、私たちは6年目になりました。コロナで3年間なかなかこう活動ができなかったので、楽曲自体もまだこちらはチームとして3曲目の楽曲となります。春夏秋冬をそれぞれテーマにしてですね、1年目の楽曲から、今春夏秋まで来たんですね。で今年の楽曲ちょっとぜひ後ろを踊り子向いていただきますと、彼岸花をモチーフにした衣装になっております。でリバーシブルでですね、今は前のメンバーが赤で、後ろのメンバーに、青がねやってるんですけれども、パートの振り分けをさせていただいて、でこれも全部しっかりとうちのデザイン担当がですねオール手書きでやっております。はい、全部のですねロゴもですね、お花のモチーフすべて、手書きで対応してしてもらってます。でそんなもんデザイン性ですね、やっぱりこうしっかりと後ろの大旗ちょっとうちゃんふわってやっていただいて、大きな旗もですね、うちのチームはやりたいことを形にしたいということで、後ろにはまた黒い大旗がおります。黒い大旗はですね、中四国一大きい旗やりたいぞということで参画してくださったメンバーがおりまして、この大きな旗で日本ですね、最初私たちは数人単位で、今も少ないんですけれども、最初4人と大旗とで参加をさせていただきました。もうなかなかつなげないなというわけで、ちょっと1人メンバーは足りないんですけれども、最後のステージ楽しんで踊らせていただこうと思います。それでは踊らせていただきます。調べ2023年度楽曲つなぐ無限法要、踊り子構えて。
踊り節とご覧いただきました皆様に感謝の礼をありがとうございました。踊り子10周、どうぞ瀬戸内よさこい祭り。